Give it to me. Give it to me. Give it to me. お札のせいで軽いの？いえ。全然ダメじゃない。ねえ。すいません。こんなことで聖なる主に聖なる募金ができると思ってんの？すいません。私は17の職業を持っている。これなんか買っておくと邪霊が取り除けます。例えばそのうちの一つは高額で取引する霊感絵画のプロモーター。どちらもお買い得ですよ。私もあの人のようにオーラの目利きになれたらと常に思っている。そうしていつか私のように不幸な境遇の人間を一人でもあの醜い世界からこちらの世界へと導いてやれたらと。そのためならどんなことでもできる。だから私はどんなところへでも出かける。特に汚らしい場所、ディスコ、クラブ。あんたいい目してんね。こんなところに行っていいの？キャバクラ。そんなにいいところなんですか？うん、一度おいでよ、教会に。AV の現場まで。女たちが女である場所に行けば、同時にそこにひどくくだらないことに引っかかっている女がいる。ひどくつまらない女に引っかかる男もいる。私の役目はそういう人生を無駄に生きている人々を一人でも多く救うことだ。そのためにはこの命を引き換えにしてもいいと思っている。最近はこの人が可愛らしく思えるようになってきた。私を迫害し奪い取り最後の涙まで乾かせたこの人が、男ではなく人として、それだけ成長してきたということだ。そう、最も肉々しかった男が目の前にある腐ったリンゴくらいどうでもいい。なぜなら食べなくてもよくなったからだ。これは父ではない、生き物だ。主に作られたただの生き物だ。ただ今すぐ首を絞めて殺してもいいのだが、その必要もない。ただ今すぐ以前のようにこの病院で暴れてもいいのだが、その必要もない。おい、何なんだよ。別にじゃねえよ。何なんだよ。以前のように路上でいきなり人に喧嘩を売る必要もない。以前のように悲しみを握りつぶして父に抱かれる必要もない。以前のように夜道を歩くこともない。以前のように幸せになってね。本当に？うん。よかった。じゃあ行くね。またね。うん。私は適当に言った。父が倒れた拍子にあれがへし折れて痛そうに思ったので楽にさせてやりたかったとか、パニクっていたとかなどなど。何を嘘ついてんだよ。並び上がって、どこで上。
って、こうやって。やめろ。やめろ。はい。やめろ。どうしてあの時、あんなに大勢の人たちの中から私を探せたんですか？匂うんだよ。匂い？オーラが匂うって言ってもいいけど、わかるかな？ほら、誰だって本屋でたくさんの本がある中から自分が面白そうな本って見つけることができるでしょ。あれのオーラ版、僕には人のオーラの香りを感じることができるんだ。君から僕と同じオーラの香りがしていたんだ。どんな匂い？現在の匂いさ。現在？そう、君はもともと主のもとに来るはずだった人。でも若い時は苦しめられた。それもこれも主の考えさ。主は君が目覚めるためにひどい人生を過ごさせた。でもだからこそ君はここにたどり着けた。現在は誰しも感じ取れるものじゃない。普通の人は現在なんて感じもしないのさ。でも君は主の導きのおかげで現在を感じ取れている。つまり選ばれた人なのさ。主は選ばれた人を苦しめるいたずらな成功がある。私は主の導きによってあんな10代を過ごしたというの？そうさ。父との？そう。醜いセックスも全てさ。でもその泥水を飲むことで今君は幸せになれた。すべての醜い現実にあがなうために今君はいるんだ。すべての醜い大人、醜い金、醜いセックス、醜い家族、醜い幸せ、そういうすべてのものから金もセックスも家族も幸せも奪い取ってしまうこと。それは傍目から見たら悪いことだけど、主からすればこれ以上の善行はないんだ。醜いものにまみれて気づかない人々からつまらない幸せを奪い取ってしまうこと、これこそが素晴らしい神の行いなんだ。頑張る。そこのあなた、恋してるでしょ。でもその恋危ないわよ。